広島市によりますと、今年の平和記念式典では原爆慰霊室周辺に加えて、原爆ドーム周辺を含む平和公園全体の入場が規制されます。規制は8月6日の午前5時から午前9時までの間で、参列者は会場に設けられるそれぞれの入り口で手荷物検査を受ける必要があります。さらにメイン会場の入り口では金属探知検査が実施されるということです。 式典開始前の慰霊碑参拝については午前7時までの間専用の出入り口と通路が設けられますまた公園全体で覚醒器やマイクプラカードや登りなどの持ち込みを禁止し大きな声を出すなどの禁止行為があった場合公園外へ退去するよう命じる可能性があるということです原爆ドーム周辺では去年の原爆の日に一部の団体が広島市職員に集団で暴行を加えたとして 逮捕起訴されていますこの問題を受けて広島市は県警と再発防止策を検討し警備体制の見直しを図っていました。